日本のレールガン開発は着々と進められていて、日の目を浴びる日も現実的になってきました。レールガン、日本読みで言うところの電磁砲には、男のロマンが詰まっていますよね。この電磁砲が完成することにより、極超音速ミサイルに対抗する術を得られることになります。しかし、問題点もあり、それは小型化と省電力化。今回は、そんな日本のレールガン開発に、65億円の予算が計上されたことや、現在の完成度について、詳しく解説していきます。電磁力によって、極超音速で弾を発射させるレールガンだが、防衛省では、これを2022年度防衛予算において、研究開発費に65億円を計上することを決定した。それだけではなく、ゲームチェンジャーとなり得る兵器の早期実用化に向けて、予算として盛り込まれた84億円の一部を、高電力を必要とするレールガンの電源開発費に充てるという。このレールガンは、2027年をめどに試験運用を開始する予定とのこと。レールガンは EML とも呼称されており、日本における呼称としては、電磁投射砲や電磁加速砲として、ゲームや漫画など、数多の作品にて愛されてきた。その原理は単純明快であり、電気伝導の良い素材で作られた2本のレールの間に、たまたを置き、レールに電流を流して、磁界を発生させて、たまたを移動させて発射するというもの。この原理を、一般的に、フレミングの法則という。現在の火砲は、たまたを打ち出して目標に当てるために、火薬の爆発力を用いる。しかし、実は、火薬の爆発燃焼によって発生する熱エネルギーのすべてを、弾体の発射エネルギーに変換することは不可能で、効率が悪いとされているのだ。加えて、弾体の発射速度は、火薬の燃焼ガスの膨張速度を上回ることができないため、最も爆発力の大きい最新の火薬を用いたとしても、弾体の発射速度は、2000メートル分の毎秒、約マッハ 5.9 が限界とされている。そんな火砲と比較しても、レールガンは、実験段階において、それを上回っている。現在のレールガンの最大発射速度は、最大で 8000m/s、約マッハ 23.5 で、防衛装備庁が、これまでに試作したレールガンでも、ほぼマッハ7に近い 2297m/s を記録しているとのこと。つまり、近い将来、極超音速ミサイルなどものともしない速度を誇るレールガンが日の目を浴びるようになるというわけだ。アメリカ海軍の研究によると、レールガンは 200km 以上の長射程射撃を可能としており、これは極超音速兵器に対する対抗策としても申し分のないもの。また、レールガンは理論上は連射も可能としており、これは、火砲やミサイルと比較しても優れている点と言えよう。他にも射撃装置が軽量であるため、艦船などへの搭載が可能であること、発射装置や弾体のコストが大幅に低減できることなども利点として挙げられる。つまり、地上の移動車両や海上の艦艇に多数のレールガンを配置しておくことで、現状の対空ミサイルによる防御網をはるかに上回る鉄壁の布陣を敷くことが可能となる。さらに、一発数億円のミサイルのコストに比べると、とても低コストであり、懐事情に悩む日本にとっては、とても嬉しいメリットであろう。とはいえ、当然、レールガンにも短所は存在しており、その最たるものとして挙げられるのは、弾体を極超音速で発射するために、大きな電力が必要となることだ。
例としてアメリカを挙げると、アメリカが開発してきたレールガンでは、一発の弾体を発射するのに、25MW、2500万W の電力が必要とされる。日本の海上自衛隊が誇る、いずも、型護衛艦の発電量が1360万W であり、この点を考慮すると、レールガン搭載のためには、専用の発電機が必要となることがわかる。この点において、アメリカ海軍の原子力空母、ニミッツ級は、クリアしていることになる。というのも、ニミッツ級はおよそ4億ワットという、膨大な発電量を誇っており、レールガンの連続発射も可能なのだ。また、ズムボルト級駆逐艦も、統合電力システム、IPS を採用しているため、その発電量は、80MW となっており、実用化も現実的だ。さて、レールガンの2つ目の短所だが、それは、通電させて、弾体を発射させるレールにある。理論上では、弾体の速度は、電流による磁場の強度と、レールの長さに比例するとされているが、実際には、レールと弾体が接しているために、弾体の速度が上がれば上がるほど、摩擦力が大きくなり、熱エネルギーとして、損失が増えることになるのだ。加えて、摩擦による摩耗も、大きな問題として立ちふさがっており、現状の素材での連射は、困難を極める。電動性が良く、摩耗にも強い、そんな素材の開発が、この問題には急務であり、必須事項とされているというわけだ。大きなメリットと同様に、立ちふさがる問題も大きいレールガンの研究が困難を極めることは、すでにアメリカ軍が証明している。アメリカ軍は、日本より早くレールガンに着目していたものの、2022年会計年度における軍事予算では、レールガン開発経費の計上を断念した。世界でも、指折りの技術力を誇るアメリカが諦めざるを得なかったレールガンを、日本が完成させることができるのか。防衛省が、2022年度防衛予算への研究開発予算計上を発表した際、そんないぶかしむ声がちらほらと上がっている。だが、アメリカ軍は何もレールガンの開発が不可能と断念したわけではなく、現時点において超高速飛翔体を下方から発射しても効果がほとんど変わらないことが判明しており、高電力発電機を開発してまで艦艇に搭載する意味がないために、今は艦載することを諦めたと考える方が正しい。もしくは、着々と軍備増強を行っている中国に対抗するため、そちらに予算を当て、発電装置や蓄電池技術などにおいて、明らかにアメリカよりも優れた技術を持ち、耐熱素材の開発においても進んだ技術を持つ日本に、レールガンの研究開発を委ねたのではないかという意見も見受けられる。経済的な問題を常に抱える日本としては、一機数億円以上の対空ミサイルを何発も発射して無駄にする状況に終止符を打ち、連続発射が可能で、低コストである弾体を発射できるレールガンの開発を進めることにこそ、将来的なメリットを感じたのだろう。ちなみに、レールガンは、極超音速飛行体の迎撃にだけ使用されるわけではなく、その用途は幅広いものであると期待されている。防衛省では、敵艦艇や地上目標に対する攻撃にも活用できると見ているようなのだ。これは、防衛省が発表した、令和3年度事前の事業評価の中の、将来レールガンの研究に、極超音速誘導弾への対処として、レールガンによる対空防衛に触れているだけではなく、艦艇、または地上目標に対する回避困難な打撃を与える兵器として紹介されていることからも理解できるはずだ。
それによると、レールガンから発射される高速度弾丸により艦艇を置かせてとして紹介されており、迎撃用対空ミサイルや近接防御用のシウスなどにより、亜音速の対艦ミサイルは撃ち落とされる可能性が高いが、長射程で高速で発射される小さな弾体は防御兵器で撃ち落とすことは困難とされ、動きの鈍い艦艇では回避が困難として、艦艇に対して有効な攻撃であるとしている。レールガンから放たれた弾体は、着弾しても起爆しないため、目標を貫通するに止めるが、小さな弾体でも極超音速ともなれば、大きな火穴を開けることは疑いようがない。特に、近代の装甲の薄い軍艦には効果的であると見られており、撃沈させることは難しいとしても、戦線を離脱させる被害を与えるには十分なものになると予測されている。さらに、仮に弾体に策略を持たせることが可能となれば、その効果は絶大であり、このことからもレールガンに秘められた可能性は大きい。最後に、日本がレールガンの開発に躍起になっている理由についてだが、それは何より中国の存在が大きい。中国は極超音速誘導弾の開発を進める中、レールガンの研究開発も進めており、2018年に4000トン級揚陸艦にレールガンとおぼしき対空警報が発電装置とみられる大きな装置とともに装備されている写真がインターネット上で話題を呼んでいるのだ。だが、これは逆にレールガンの有用性を中国も認めていることに他ならないため、日本の開発も決して無駄ではないと言えるだろう。